全道的に低い気温となった3連休最終日、札幌市内の霊園では多くの人が彼岸の墓参りに足を運んでいます。道内は上空の寒気の影響で冷え込み、下川町沼川で、昨日今シーズン初めて霊土を下回り、冬日を観測しました。札幌市豊平区の平岸霊園には、ひんやりとした空気の中、たくさんの人たちが墓参りに訪れています。